て再びメーデーのお話ですが、昭和27年の今日起こったメーデーはひどいことになりましたね。この日5月の空は美しく晴れ上がり、労働者の祭典メーデーにふさわしい日和でした。東京の中央会場神宮絵画館前には45万人の参加者が集まってました。しかし4月28日のサンフランシスコ講和条約発効反対の空気に包まれて、再軍備反対、破防法反対、それに民族独立を戦い取れなど、本当にただならぬ空気になっていたんです。この上警視庁が皇居前広場をメーデーの会場に使わせなかったなんてことも手伝って、憤懣が爆発したんですね。昼過ぎ、いよいよデモ行進が始まる頃から人民広場へ行こうという殺気だったものになりました。中部地区の労働者約500人は他のデモ隊と合流して、馬場崎門から人民広場こと皇居前広場に突進。午後2時半ごろには二重橋のふもとに到着したんです。さあ、こうなると出てくるのが警官隊と第一方面予備隊など5000名の警官が動員されて実力行使を始めたんですね。こうしてデモ隊と警官隊の間でそれこそ目を覆うような激突が繰り返されたんです。東京都職員組合の高橋正夫さんがピストルで背中から心臓と肺を撃ち抜かれて死んでしまったんです。この他にも1名が死亡、重軽傷者はデモ隊400名、警官隊837名、そして検挙者1123名ということになったんです。昭和27年の今日、第23回のメーデーは地に彩られた悲劇のメーデーとなったのでした。